M1877-87mm 野砲、M1877-87mm、mm、系野砲とは、1877年にロシア帝国が正式採用した後リ 87mm の野砲である。M1877 野砲は、ドイツ帝国のクルップ社が設計したが、生産はロシア帝国内で行われており、ドイツ製はロシア製とオセニや、 業格機能が異なっている。大日本帝国の31年式速射砲に野砲型と三砲型が存在するのと同様、M1877 野砲には砲身を短縮した軽量型が存在しており、重量は軽減されているが射程距離に劣る。M1887 野砲は7 6 2ト、mm、ル口径の砲弾を利用する。 M1976mm 野砲や M1976mm 野砲と共に日露戦争で大々的に用いられた。第一次世界大戦においては旧式化が著しかったためかフィンランド西部に集中配備されておりフィンランド独立直後に勃発したフィンランド内戦においては白軍がこれを確保して赤軍を撃退した。 1918年末の時点で、フィンランド国防軍は144門の M1877 野砲を保有しており、87K77 として正式採用した画砲の状態があまりにも劣悪であったため、間もなく第一戦部隊から引き上げられ、1920年代には砲兵の訓練用として用いられ、冬戦争勃発前に廃棄処分されたと思われる。 ありがとうございます。